10年前。炭酸まだ生きてんだけど。味はなんか結構なんか年数は経ってるなって感じがするんだけど、飲めなくはない気がする。怖っ。大丈夫かな、この音。腹壊さないかな。2013年のでしょ。普通に怖っ。まあ壊したらなんか報告しますわ。ということでね、もしね、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくです。はい。ということで、チャオバイバイ。でも案外、なんか、たくさんは飲みたくないけど、なんか案外、美味しかったな。熟成された感じで、なんか、熟成された感じで、なんか、ね、あれだけど、味が変わった気がするけど。え ?2013 年って言うと何年前だ。今ね、10年前。ほぼ10年前。え、ほぼ10年前の配信飲んだな俺。これが8月の22日じゃない。8月の22日まで待てばよかった。うわー、飲んじゃったよ。8月の22日まで待てばよかった。うわ、すっげえ後悔してる今。ちょうど10年じゃん。うわ。まあいいや、こう後悔先に立たずっていうもんね。うわぁ。ってことでね、皆さん、もしよかったら、高評価お願いしますよ。もう一回言うけど。それでね、もしね、もういいや。ってことで、チャオ、バイバイ。もうショックすぎてね、話が。っていう。